老齢厚生年金の額を計算する場合は、平成15年4月以降の期間に対応する、基づく、老齢厚生年金と、それから平成15年3月までの期間に基づく、老齢厚生年金をですね、各々別々に計算して合算すると。で、年金額が決まってくると、そういうようなややこしい仕組みになっています。で、平成15年4月と言いますのはね、いわゆる双方修正という制度が、できた時なんですね。で、それ以降はですね、ボーナスも一定の仕組みでもって、将来の年金に反映すると、いうような仕組みになりました。一定の仕組みというのは、具体的には標準剰余額という数値に置き換えて、年金額に反映すると、こういうことです。で、平成15年4月以降の分の年金の、計算に用いる指標としましてはね、平均標準報酬額という概念があります。これはですね、平成15年4月以降で、被保険者機関の計算の基礎になる、各月の標準報酬月額と、それから標準所要額の総額、これを平成15年4月以降の被保険者機関で割ったものと、いうことです。で、標準所要額といいますのはね、ボーナスを1000円未満、切り捨てて、で、1月当たりの上限が150万という要件がありますけれどもね、ボーナスをそういう標準所要額という、基準でもって、一定の数値にですね、置き換えて、年金額に反映させるという仕組みになっています。で、一方、平成15年3月31日までの年金につきましてはね、この分は平均標準報酬月額ということですので、ボーナスの分はですね、年金額に反映しないと。